久保さん今回あのや闇金牛島くんのタクシードライバーにしましょうか闇金牛島くん僕好きなんですよ南の帝王も好きですけどだから金融その取り立て好きなんですけどでそのタクシードライバー編があってめちゃくちゃ面白いですねこれ僕一番好きなんですけどまあそのあのタクシードライバーのそのまあすげえ合ってるんですよこれロバあのタクシードライバー の、やってる人が、えっ、ー、とね、ロバート、うん、闇金、牛島、ロバートじゃないな、牛島くん、秋山だ、秋山さん。秋山さんが、あのー、めちゃめちゃ、ロバート秋山、ロバート秋山っすね。これめちゃめちゃね、ハマってるんですよ、役に。 でもまあどういうストーリーかっていうとまあまあまあお金借りてどんどんつまんでっていくって話なんですけどで最後のねオチがね非常にセンセーショナルでまあこれは言わないですけどまあ最後はどうなったかはわかんないでしょ。どうなったかわかんないけどその最後のシーンでその見てる人にジャッジメントどうしたかみたいなでも多分おそらくああみたいな 多分おそらくあみたたいいなったと思いますでもおあのそこはねふーってなるんですよ。まあいいですか別に落ち。まあ結論その娘さんだったかな。あのー、娘さんか多分娘さんだと思うんですけどまあ結局その金をね、あのー、返せなくなってで取り、あのー、闇金牛島んがもう娘いいんじゃねえかみたいな <laughs> で。ででその娘を うーんそのねその娘の体を使うかそれともお前がなんだ体を使うかまあちょっとそこらの細かいの忘れちゃいましたけどで最終的になんかその娘をこう車に乗せてこう走っていくんですよ。でもどこに行ったか分かんないっていうね。 まああのまあ闇金牛島君にしかりまあ南の帝王にしかり僕はあのお金に関してはすげえ学ぶところが非常に多いなっていうところでだからなんだろうなあのまあ僕も消費者金融回ってねあの当時その金で、ね、借りまくったことがあってやっぱそのひと事じゃないっていうかうんだからそういうのもすごく。 入る部分なんですよねまさか社長になってあの無人君の ATM で審査してねこうやってファックス送ってねやて <laughs> いやあれはね耳違ったっすねうんでなんか ATM から4なんかお金バーン出てくるわけですよ、はあ、こお金こんなに困ってたのこんな簡単に出てくるのかみたいなね <laughs> 審査通ったかあのお金が ATM から出てくると。 すごいなと思ったりとかね。なんか、まあ、回りまくって審査無理ですって言われたり、あの、ソーシャルディスタンスですね、完全に。<laughs> カメラ越しにちょっと無理ですみたいな。今回は見送りさせていただきますかね。うん。だからまあ、何が、まあ、まとめると何が言いたいかっていうと、最悪の、最悪を想定しろってことですね。ただ、最悪を想定できない人って、多分最悪になったことがないんじゃないですかね。 あんまり、うん、僕は最悪を経験したし、まあ、その闇金牛島んとか南の帝王から学べる人はどうなったらどうなるのか最悪の状態をまあ想定して自分が今やるべきことをやるっていうそうならないためにもだ反面教師ですよねだからあとあれですよあの闇金ドックっすかね闇金ドックでしたよね闇金ドックもいいっすよね <laughs> 闇金ドックだっけ闇金ドックっすよね多分 闇金ドックスか。これも面白いですけどね。闇金ドックスも。うん、まあまあ、んかね、これめっちゃ勉強になると思いますけどね。だからまあどういうた、ただ見てね、終わるというよりかは、それを自分のことのように捉えて、自分が今日何するかって、そうならないためにも反面教師でどうなるかっていうことを学んで、実際行動にアクションに移すかっていうことが非常に大事かなと思いますね。うん。 まあその闇金タクシードライバー編は非常におすすめですね。まあ、これ YouTube でもアップロードされてると思いますね、確か。はいということで、最悪を想定しろと言ってらっしゃい